辺りに住んでる人には気をつけろって言うでしょ。悪そうなところがかっこよかったの。それでコロッと騙されて借金を押し付けられたわけね。子供たちさえ無事ならアバランチなんてどうでもいい。何があってもシンラが守ってくれるわよね。あの人怖いところからお金を借りてたの。でもね、ウォールマーケットでね、すっごく稼げる仕事があるんだって。怪しくない？お嫁さんはどうとかで、話だけ聞いてこようかな。子供たちさえ無事ならアバランチなんてどうでもいい。抜け出したいよ、この底辺の生活を。一旦スラムに着いたら這い上がるのは難しい。猫はいいな、気ままで自由だ。そういやウェッジのやつ、なんであんなに猫に好かれるの？いいやつそうだから。抜け出したいよ、この底辺の生活を。一旦スラムに着いたら這い上がるのは難しい。何があってもシンラが守ってくれるわよね。子供たちさえ無事ならアバランチなんて。猫はいいな、暇まで自由だ。そういやウェッジのやつ、なんであんなに猫に好かれるんだ？いいやつそうだから。6番につてがあると相当融通が効くって噂だぜ。あの町に一度関わるとなかなか抜けられねえとも聞くぞ。仕入れルートを見直すか。6番につてがあると相当融通が効くって噂だぜ。あの町に一度関わるとなかなか抜けられねえとも聞くぞ。仕入れルートを見直すか。6番につてがあると相当融通が効くって噂だぜ。あの町に一度関わるとなかなか抜けられねえとも聞くぞ。ミッドガルを出ていくから。出ていく気なの？おお、クラウド、無事だったか。ウェッジは？家だ。そうか、そりゃよかった。明日は大事な作戦決行の日だ。ウェッジがケツを打たれたとか言い出した時はどうなることかと思ったぜ。バレットに黙って上まで行って、もし何かあったら合わせる感はないからな。かといってジェシーの様子も変だったから放っちゃおけなかったし。ビッグス、ジェシーは今頃爆弾の準備してるんだよな。それって今からやって間に合うもんなのか。やっぱ手伝いに行った方が。落ち着け。え、
悪い。パラシュートでかなり流されてな。なんか悪い前触れなんじゃないかって。つい。スラムの心得その1。了解。じゃあな。おう、世話になったな、グラド。スラムの心得その1。疲れたらさっさと休めってか。ありがとな、グラド。来てくれてサンキューな。明日の作戦も必ず成功させる。みんなで用意してきたからな。来てくれてサンキューな。スラムの心得その1。疲れたらさっさと休めってか。ありがとな、グラド。来てくれてサンキューな。強い奴が入団したらしいな。何でもやること？時系ラインじゃないって聞いたわよ。スラムのために武器を手にした瞬間からみんな時系団の仲間だよ。うちの武器でこれからもスラムの平和を守ってくれ。町一番の何でも屋のおかげで体験の注文が増えまくってるよ。すげえ強いやつが入団したらしいな。何でも屋のこと？時系団員じゃないって聞いたわよ。スラムのために武器を手にした瞬間から時系団の仲間だよ。街の空気、おいしいよ。みんな、何でも屋さんに感謝してね。実は、喧嘩とか苦手なんだ。おかしなことがあれば、自警団に知らせてくれ。アバランチと戦う日が来るんだろう。前よりはマシになったな。荒れてたのか。ちょっとした無法地帯さ。昔は自警団も弱くて抑えられなかった。変な影が瓦礫通りに落ちたよな。多分この辺りも前よりはマシになったな。荒れてたのか。ちょっとした無法地帯さ。昔は自警団も弱くて抑えられなかった。もう寝てる時間だ。
時間だ。もう寝てる時間だ。ジェシーの報酬を忘れた。家に行くか。ジェシーの報酬を忘れた。家に行くか。ジェシーの報酬を忘れた。家に行くか。されるとか頭ぐちゃぐちゃだよ。なあテレビのとこ行こうぜ。ニュースが見たい。ウェッジさんが言ってた何でも屋さん、かっこいい。困ったお客さんの対応、何でも屋さんに頼んじゃおうかな。マコーロが爆破されるとか頭ぐちゃぐちゃだよ。なあテレビのとこ行こうぜ。マコーロのニュースが見たい。ウェッジさんが言ってた何でも屋さん、かっこいい。困ったお客さんの対応、何でも屋さんに。列車明日は動くかな。稼がなくちゃツケが払えない。爆破されるとかめちゃめちゃだよ。なあテレビで。アバランチのふりをしたウータイが戦争を仕掛けてきてるとかさ。考えすぎよ。アバランチの犯行声明は本物なのか。どういうことだ。アバランチのふりをしたウータイが戦争を仕掛けてきてるとかさ。考えすぎよ。アバランチの犯行声明は本物なのか。どういうことだ。
アバランチのふりをしたウータイが戦争を仕掛けてきてるとかさ。考えすぎよ。ウェッジが言ってた何でも屋だな。何でも屋なら今度付けの取り立てを手伝ってくれよ。ウェッジが言ってた何でも屋だな。何でも屋なら今度付けの取り立てを手伝ってくれよ。明日の作戦も必ず成功させる。みんなで用意してきたからな。スラムの心得その1、疲れたらさっさと休めってか。ありがとな、クラウド。来てくれてサンキューな。明日の作戦も必ず成功させる。みんなで用意してきたからな。スラムの心得その1、疲れたらさっさと休めってか。ありがとな、クラウド。来てくれてサンキューな。シンラはさっさとアバランチなんて潰せばいいの。アバランチ、きっと一生恨むわ。アバランチなんて潰せばいいの。アバランチ、きっと一生恨む。アバランチのふりをしたウータイが戦争を仕掛けてきてるとかさ。